番土屋ほのかです。日本舞踊とチアスピリット、異なる2つの文化を学び実践してまいりました。この経験を翼とし、多くの人の心に触れて笑顔を咲かせる女性になります。エントリーナンバー9番、藤沢愛香さん。日本大会優勝すると賞金1000万円もらえると思うんですけど、はい、1000万円何に使います？はい、1000万円、そこまでの大金を手にしたことがないので、まだこう使い道は考えておりますが、考えてるの？正直に言ってごらん。正直に夢が家族で、海外旅行をしたことがないので、1000万円のうちのお金を使って、両親への恩返しも含めて家族で海外旅行をしたいなと考えております。1000万円全然使い切れないよ、それじゃ。残りどうすんの？残りは1000万円ぐらい残るよ、多分。残りは月に行かなきゃ。月旅行700万円いけないぞ。ぜひよろしくお願いいたします。